僕ね、今、兆しの研究、この年でしてるんですよ。兆しっていうのは兆しで、兆しを読むの兆しですね、うん。世の中も、うん、個人も、うん、前触れ現象みたいなのあるなって、うん。で、日本の社会見てて、僕はもう戦後生まれですけど、年取ってる方だから、例えば、貧しいとか貧しくない考えると、まあ、所長まだ若いけど、僕の小さい頃って、まあ、うちは料理屋やってたんでね、まあ、良かったんですけど、貧しかったんですよ、うん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 、こんなにお菓子とか食べてない記憶があったんですよね、うん、社長が育つ段階もそうじゃないんですよね、うん、で今のこう日本元気ないでしょ元気ないだけど当時もっとこう本当貧乏だったんですよ、うん、でもね子供ながらに若い時20代を見てて明るかったんですよ、うん、日本、うん、今それを感じないなっていう感じがするんですよどうですか当時明るかったんですよ。これからこうなるって。明るさは言えるかも、なんかどんよりとなんかこう、重たい感じのがありますよね。あと僕も周りも昔ほど元気ないんですよ。うん。だからこういう兆しってあるなと。だから国にも運ってあるんですよね、きっとね。うん。だから日本っていうのは、だんだんこう、ちっちゃくなっていくって感じが最近するんですよね。うん。これ嫌だなと思うんですよ。それからね、当時の僕らの年代は物欲の権化でしたね。うん。物欲。あれが欲しい、これが欲しい。うん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 、今、だんだん若い方とか、中年期の方見てると、そうでもないんですよ。うん。うん、確かに。もうまあ、最近聞いたの、免許証持ってない方も若い方結構いるし、うん、それからパスポート持ってない方多いんですよ。パスポート持ってない人多いんですか？そう、僕持ってないです。いや、外国行かないから。海外行ったことないんです。いらない。で、そういう子に聞くと、そういう子もいいと思うんですよ。いや、温泉のはいいかなって。昔はどっか行きたかったじゃないですか。今でも行きたいよ。じゃあ社長、こう、珍しいタイプ。海外行きたいもん。うちの服がね、あると気前よくて、僕に50万出したんですよ、うん、20代。その代わりね、行ったことは、みんなが行かないとこ行ったらって言うんでね、ちょっと東南アジア一周したことがあるんですよ。まあ、貧しいのに、ずいぶんショック受けました。今違うんでしょうけど、当時シンガポールからマレーシア入った時、うん、貧しかったんですよ、まだ当時のマレーシア、うん。いかに日本って恵まれてるかなって思いましたね。でも今その日本が恵まれてないんじゃないかってことですよね。逆転したかもしれない。うん、先生なんかほら、でも日本なんかもうやばいんじゃないかとか、うん、よく普段こうおっしゃってるじゃないですか。はい、あれどうなんですか？なんか災害も含めて、あのね、いろいろ地震が来るんじゃないかとか。地震は、うん、僕1年しか予言できないんですけど、うん、予言者じゃないんで、うん、先日という媒体で見てるんですけど、今年は東京直下ないですね。今年って2022年ですね。はい、来年以降わかんない。まだけ。で、地方は僕全くわかりません。富士山は年内ないですね、うん、今年は、うん、来年はまたこれから計算、でもそれは東京の話ですよね。はい、だから311も僕は予言できてません、うん、福島原発の問題とかね、うん、富士山噴火皆さんしてほしいぐらい予言してますけど、うん、ないと思いますよ。あれはどうなんですか？そのなんか日本がやばいんじゃないかとか、そういう滅びるんじゃないかと、先生そっちの方も滅びるはしないけど、うん、縮小していくんじゃないかなって心配してますね。経済はどうなんですか？ダメです。ダメ？今年ダメです。ダメ？ダメ。去年と比較してどう？今年の方が悪いんじゃないですか？今年の方が悪い。はい。ただ、その悪くなる原因が何かまでわからないですよね。もしかしたら、ウクライナの問題が波及して、世界にこう影響するかもしれない。株価も下がってますよね、今、大幅に。うん。もうなんかね、こういう揺れ幅がこう来てるから、結構バブルが弾けるなんて、独占みたいな感じのところもありますよね。うん。まあ僕は株はあんまり詳しくないんだけど、うん、日経平均とか、ダウ平均もかなり揺れ動いてるんじゃないですかね。うん、だから、まあ、それだけブーチさんがやったことは衝撃的だったんでしょうね。うん、まあ日本は、まあ、ずっといいってとこないんですよね、人間も国もね、うんうん。日本は1980年代のピークですよね。良、うん、かったですからね。来年以降は今復活の兆しとかあるんですか？僕ね、条件があるんですよ。これ、見れるわけじゃないんだけど、天変地変が東京を襲わなければ。うん、来年以後ね、うん、襲わなければ、経済復活ってある、うん、あると思います。うん、でも襲う可能性もあるってわけでしょ？うん、それはまた、毎年、依頼があればですけど、
ムーという雑誌に書かせてもらってるんですよ。お、今回もご依頼いただいて書いたんですけど、まだムーって昔読んだな、超常現象とかですよね。今最近ね、うん、なんかちょっと趣旨が変わってきたのか。あ、違うんですか。いや、超常現象ですけど、うん、陰謀論とか多いですね。先生陰謀論好きですよね。いや、僕陰謀論者じゃないんですよ。でもいや、陰謀論っていうか現象としてのそれ好きですよね。だけど、うん、正しいかどうかの、証拠って何もないんですよ。でもほら、その話たまに喫茶店トークしてくれるじゃないですか、はい、あれ面白いから、うんうん、まあ例えば僕一つ一つ潰していくんですよ、うん、例えばフリーメイソンの陰謀論とかないっていうの分かったんですよ。もう買えない。逆にそういう意味でね、うん、そういうフリーメイソンってものに対しての陰謀論が逆にこうだって誇張するんじゃなくて、はい、ないっていうことですよね、うん、っていうのはメイソン入ってる人、外国の人も日本人も知ってるんですけど、秘密結社でも全くないんで、案内してきて連れてってもらったことあるし、みんな見せてくれるんですよ。秘密結社だったら見せないじゃないですか。で、気さくなんですよ、グランドマスターという方たちは。どうして旅行者勤めてたりね、うん、もう一つ言えることは日本人が好きな、ヨーロッパが好きなのかな、うん、ユダヤ陰謀論ってあるじゃないですか、うん、ないです。ないと思います。それはない。ない。なんか先生話が盛り上がらなっちゃうよ。うん、違うんですよ、違うんですよ。うん、まあ、イスラエル国籍持ってるやつとも知り合いなんだけど、ユダヤ人もね、まあ、こう、しくじるやつとかね、商売下手なやつとか、いっぱいいるって言うんですよ。日本人のが、ちゃかちゃかやるやつがいる。なんか悪いことする、起きると、全部ユダヤ人のせいにした歴史があるんですって。うん、うん。だからユダヤ人が、世界何パーしかいないユダヤ人が、地球を牛耳ってことないそうです。うん。全くない。違う方たちが牛耳るってことあるでしょうけどね。まあ、それ、先生、話せない話もあるじゃないですか。うん、で、話せない話で、ぼかして話せることなんかないですか。一つ、うん、日本をちゃんと守ってる人たちもいるよってことです。それは言えないですよね。言えないですね。いるんですよ。うん、日本を没落しないように、持ってる人たちが、いるんですね、うん。います。うん。それ、日本人とは限らないんです。うん。ほら、DNA とかで今、いろんなとこから入ってきたっていうのも分かってきちゃったんですよ。だから、所長もそちらも僕も、どこの血筋か分かんないんですよ。ただ、ちょっと変わった遺伝子持ったのが日本に多いってことは聞きました。これ科学的に。中近東にいる方たち、これ以上言えないですけど、その方たちが持っている DNA と日本人が持っている DNA がそっくりだそうです。そういう方たちが今、日本を守ってる可能性が高いと。これ以上、こういう名詞言っちゃうとちょっと大変なんで。どうなっちゃうんですか。ん？どうなっちゃうんですか。うん、どうなんないんでしょうけど。日本のマークになってますから、それは。僕はでっち上げた話は嫌いなんですよ。見聞きして大体自分のパズルが合えば、それを採用するって感じですね。まあ、一つのキーワードは、日本に天変地異が起きなければ、持ちますね。経済も最低限持っていくと思います。それからよくわかんないけど、素人、僕は経済わかりませんから、うん、世界の何とか生産量がどうとか減ったくれとか国民所得はどうでもいいと思うんですよね、うん、ある程度幸せみんなが維持できれば、うん、別にナンバーワンでもナンバーツーじゃなくてもいいと僕は思うんですけど、うん、どう思います、うん、昔2位だったのに今2位はお隣の国行っちゃったとかね、うん、どうでもいいと思うんですよね。ねえ、でもなんかああいうふうに戦争があるとね、あれは僕は嫌な、昨日一日嫌でしたね、うん、日本だってね、いつどうなるか分かんないですよね。僕は占ったわけじゃないですよ、うん、やらないと思ってたんですよ。これは僕の個人の感、なんていうの、ただの憶測ですから、うん、でもやっちゃいましたよね。